おい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 トリコは？荒北仮面。俺の名は荒北仮面。かの名高き仮面 YouTuber ラファエルの足だ。今日はね、このカフェトフェンでね、コーヒーブレイクをしていたらまさかの、高級機材イキリおじさんとエンカウントマンドレル。そんだけでね、このミリオンバイクに乗るビアンキ大好きロットおじさまと、これからヒルクライムトレーニング行っちゃおうと思います。2つあるんだからね、言っとくけど。いや、もっといい。5着あるとか。あ、じゃあ、あれ、荒北仮面もこういうの作ったよね。持ってます、持ってます。その最後のモデルのやつ。何を隠そう、この PGA 荒北仮面もチームロット NL ユンボのジャージ持っています。本気で走るときはね、来てくるんだけど、今日ゆるぽだ予定だったから来てこなかった。お揃いになれなくてごめんなさい、ごめんなさい。危ない。それじゃあ行きましょうか皆さん、皆さん、16% の出来坂目指して皆さんで行っちゃいま、ショータイム。やべえ、唐揚げレーシング。唐揚げ食いたくなっちゃうじゃん。本日はゆるぽだムードの PJ 荒北仮面。さっきから何回もご飯食べてるのに、またまた腹減りマンドレル。唐揚げレーシングジャージやばいんじゃない。では行っちゃいま、ショータイム。じゃあどうしよう。とりあえずいつものこの間あのジャージ抜いてた公園の入り口まで。おさまでーす。カフェトフェンのマスターおもてなしのお気遣いリモールとグラッツェイエス。それではね、今日はねトファントレーニング行こうと思います。東京湾岸地区に住む、PJ 荒北仮面、まあ、ヒルクライム大好きなんですが、加納山であったり筑波山であったり白石峠であったり矢櫃峠であったり、まあ、どの山行くにあたってももう最低80キロ走らなくちゃいけない。結構ね遠くてね、なかなかそのヒルクライムというものが楽しめないんですが、この荒北仮面がね、まあ、日々ヒルクライムの能力向上を目指してねトレーニングしている場所。今日はねこの黄色いロットおじさまとあと高級機材の皆さんとね、向かおうと思います。荒北仮面のね秘密トレーニング場です。まあ、場所はね、まあ、荒北仮面の動画を以前から見ている方だったら分かると思うんですけど、あんまりね有名になっちゃうと荒北仮面のトレーニングできなくなっちゃうんで、場所の名前はねちょっと言えませんがね、ご案内していこうと思います。それじゃあロットおじさま行っちゃいま、ショータイム。高級機材おじさまね、ロットのおじさまね、まあ高級機材で生きってるだけあって、走りはねジェントル、とってもね丁寧な走り方をしていてね、さすが有料サイクリストだなって思います。さてさて、まもなく第一激坂ポイント到着マンドレル。それじゃあね腕試し行っちゃいましょう。まずは荒北仮面とタカさんが 16% の激坂に挑戦、行っちゃいま、ショータイム。あべ、早い。ゴリゴリ登ってる。やべ、インナーサードがきつい。お、すげえ。追いつけなかったね。さすが九州男児タカさん、走りも激アツマンドル、やばいんじゃない。続いてアラフィフ高級機材イキリトリオのスタートマンドレル。さてさて、ロットおじさまの実力拝見させてもらうぜ。いいっすよ。さすが高級機材とばかりに、そして
大きな体に似合わずね、激坂をゴリゴリ登る姿、ちょっと惚れしまったマンドリル、やばいんじゃない？アラフィフ、侮るなかれ、いいんじゃない？ふう！車行きます！車行きます！最後はギネ様が江戸妻さんをエスコートして、ゆっくりゆっくり激坂ヒルクライム、なんて紳士的なんだ、やばいんじゃない？ギネちゃん、紳士すぎて荒木高め、シッとマンドレル、フォー、イエー。江戸妻さんも高級機材の恩恵を受けて、楽々クリアーマンドレル、なかなかやるじゃない？そして、最後の目的地に向かうわけだが、ここからね、ちょっとね、激坂ダウンヒルになる、まあ、こういった区間で、まあ、かっ飛ばさないでね、親切丁寧、安全第一で走ることが大事マンドリル、それが有料サイクリストの証。ギネちゃんのようにね、歩行者さんに声をかけながら、そして、対向車が来たり、脇道から出てくる自転車がいた場合にね、そういったシチュエーションで挨拶をするぐらいの余裕、ね、あわよくば停車するぐらいの余裕、それをね、心に秘めていれば、事故を起こさず安全に、サイクリングを楽しむことができるぜ。さてさて、間もなく目的地到着。よう賓客ローディーども、今日は激坂で誰が一番ダンシングが綺麗か、ね、ダンシングが綺麗か、ファミリーアリーベデルチで最も美しいダンシングをするのが誰か、勝負マンドレルだ。それじゃあ荒木高面はダンシング強制リュックを背負ってダンシングしていくんで、よろしくマンドレル。ふう、荒木高面。まずは江戸翔平さんとギネちゃんのダンシングを見ていこう。ふう、下半を握ってゴリゴリ登る江戸翔平さん、そして淡々とヒルクライムをするギネちゃん、2人ともね、個性が溢れてていいんじゃない？そして違うアングルから見ていくぜ。ギネちゃん、江戸翔平さん、熱い走り、ディモールとグラッツェ、お疲れサマンサタバサ、イエス。荒北仮面。続いて荒北仮面とタカさんのダンシングバトル、そして後方からギネちゃんが撮影してくれています。タカさん、荒北仮面ともにブラケットポジションでゴリゴリ踏んでいくスタイル、これぞヒルクライムの極み。そしてギネちゃん、連続ヒルクライム、お疲れマンドレル。ギネちゃんの追走アングルから見てみよう。早い、ダンシング強制ギブス、ウーバーリュック、本領発揮マンドレル、荒北仮面のダンシング美しいんじゃない？イエス。誰のダンシングが最も美しいか、こうつつけがたいマンドレル、さあ誰が一番美しかったかな、もう謎しかない。荒北仮面。ああ、ホールシェイト。いやー、多分俺が一番スプリントじゃねえ、スプリントクライム上手かったと思うんだけど、みんなね、同じこと言うんだよね。まあ、もう結果誰が一番か分かんないんで、答えは視聴者さんに委ねます。コメント欄で誰のダンシングが一番力強くてかっこよかったか、投票よろしくマンドレル。それじゃあ次回の動画でまた会おう。荒北仮面は謎のヒルクライム練習場からクールに去るぜ。バイバイ。ふう。